おいよ。どうも、IG でございます。本日なんですけども、サウジの今、どうなってるのということで、2023年の夏に多くの有力選手を欧州から獲得し、注目を集め、ロナウドがサウジリーグは今後5年間の間で世界のトップ5のリーグの一つに入ると宣言していたことから、これが現実になるんじゃないかという動きを見せておりました。しかし、いざサウジリーグシーズン始まりますと、サウジの注目度や話題性みたいなものは、夏の移籍市場と比べると非常に少ないものとなってしまい、ほとんどサウジが注目されることというのはロナウドのスーパーゴールということになってしまっております。また最近盛り上がった話題だと、サウジの4強と提携しているニューカッスルがアルヒラルのネベスをレンタルで獲得するかもしれないっていう報道が一番伸びてたような思い出が強いです。まあこの件をね、許すかどうかって話はこの動画の最後にするので今は特に触れませんが、現状のサウジというとそこまで注目度は浴びていないし、話題性にはなってないんじゃないかなっていうのが現状だと思います。なので今回の動画ではサウジリーグは現在彼らを獲得したことによってどのような変化が起きているのか、またサウジに移籍した選手たちはどの程度活躍しているのか、最後にルベン・ネベスは欧州に復帰するのか、これら3つについて今回は話していこうかなと思います。久しぶりのサウジスペシャルということで、結構今回の動画はね面白いと思いますし、俺のチャンネルにしては珍しくシティズンとかブライトンファンは最後まで見た方がいい内容かもしれません。まあとりあえず内容の方入っていこうかなと思います。それでは行きましょう。Let's go! ベンゼマから始まり、最終的にネイマールの獲得も決め、移籍市場で異常な存在感を放ち、先ほど話したように世界トップリーグの一つに入るんじゃないかっていうぐらい選手がサウジに集まることとなりました。特にラリーガの若手有望株の中で注目されていたハジオことベイガの移籍は本当に衝撃的でしたし、まだまだやれそうなネベスやセルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチがサウジに移籍したのはめちゃくちゃ衝撃的だったと思います。しかも移籍金をねめちゃくちゃ多く払うっていうよりかは、比較的健全な値段で選手を獲得していったっていうのも結構衝撃的だった記憶があります。まあ思いのほか使わなかったっつっても、移籍金の合計は約11億2300万ユーロとなっており、5大リーグの中にぶち込んでもねしっかり2位ということですから、まあまあ金は使ってるっつうか、めちゃくちゃ金は使ってるっちゃ使ってるんだよね。とにかくこんな感じでね、サウジに多くの選手が移籍していったので、サウジのリーグレベルが上がったっていうのは間違いないと思います。しかし観客動員数は増えたのかというと、そういうわけではなく、サウジの観客動員数は最低水準に減少したと報じられており、ある試合ではわずか696人しか観客が集まることができず、ネイマールのアルヒラル、豪華な3トップのアルアハリ、ロナウドのアルナスル、ベンゼマのアルイテハド、これらの4クラブのみが1試合平均1万人以上集めるクラブということになっており、それ以外のクラブの試合はというと非常に悲惨な状況が続いているみたいです。だからまあヘンダーソンとかカラスコとかあの辺のクラブは苦戦していると考えていいんじゃないかなと思います。ヘンダーソンの試合が結構人集まらなくて、アスレティックとかで話題になってたような気がするし、なんだかもったいないような感じはマジでします。でね、まあサウジリーグの観客動員数だけ見ても実際その数値が高いのかどうかっていうのは分かんないと思いますから、他のリーグの平均観客数を見ていきますと、2223シーズンではブンデスが約 4.3 万人、プレミアリーグが約4万人、ラリーガが約 2.9 万人、リーグワンは約 2.4 万人ということですから、これらを見た上でサウジを振り返っていきますと、わずか696人しか集まらない試合があったり、4強だけが平均1万人以上集めることができているっていうのは、使った移籍金というのはね5大リーグの中にぶち込んでも違和感はないですけども、観客数に関しては5大リーグの中にぶち込むとまだまだどころかダントツで最下位なんじゃないかなと思います。まあスター選手を獲得するだけではね、国民の習慣にサッカー観戦をぶち込むことっていうのは難しいんじゃないかなと思いました。サウジの国民はね結構サッカーが好きだ、サッカーが一番のスポーツだみたいな、なんかそういう感じだっていうのを、まあ、アスレティックの記事で見かけてたので、このようなことになってるっていうのは個人的に意外だと思いました。まあサッカーを見る文化はあるけど、あくまでもサッカー見るのはテレビでっていうスタンスで、スタジアムに見に行く文化っていうのが、まあ欧州と比べるとまだまだっていうのが、まあ現状なのかなと個人的には思ってます。皆さんがね考察する上でまだまだ情報が少ないと思いますから、ここからまだまだ話していきますと、栗原正夫さんという方がサウジに取材をしに行っており、概要欄に貼っとくんですけども、その記事がヤフーニュースに取り上げられておりました。その記事の一部を引用させていただきますと、サウジアラビアの人々の 90% 以上がネイマールのアルヒラル、ロナウドのアルナスルのファンということみたいでございます。このことから考えると、アルナスルとアルヒラル以外のクラブ同士の戦いでは観客数が異常に少ないっていう状況が出来上がってるのかもしれません。おそらくその2つ以外のクラブで人気があるのはベンゼマの
アルイティハドとか、あの豪華スリートップを集めたアルアハリって感じになってるでしょうから、この辺は結構大変なのかなと思います。また、4強同士が戦うダービーマッチになると、5万枚以上のチケットが売れることもあるということみたいですし、サウジのチケット代というのは意外と安く、ビッグマッチ以外だと平均2000円から2800円という値段になっているみたいです。そして、サウジの現地記者に聞いた話によると、サウジリーグは現状のことを別に悪いとは思っていないらしく、放映権は世界中に売れており、サウジは最終的に2034年にワールドカップを開催したいと考えているみたいなので、サウジが欧州から選手を獲得していく流れっていうのは、今後10年間は続くんじゃないかと考えられており、選手を集めることによって、海外から試合を見るたびにファンがサウジを訪れるインバウンド効果も国策として期待しているということみたいでございます。栗原正夫さんの取材を見る限りですと、サウジ的にはまだ1年目だから、今の結果は特に気にしてなさそうですし、まだまだこれからっしょっていうバイブスが高い感じなのかなと思いました。またサウジのスタンスはね、おそらく10年間とは言いつつも多分まあ、あと5、6年とかは多分ブレることはないでしょうし、どんどん選手が集まってったらね、多分選手も合流していくと思いますから、少なくとも今シーズンの冬の移籍市場でも大暴れするんじゃないかなと思います。だからマジで、サンチョがサウジ行くっていうのは考えづらいけど、見えない話ではないかもしれないし、まあ、炙れちゃった選手がサウジに行く流れは今後も継続していくのかなと思います。まあ、個人的にね、サウジリーグの人気が2強っていうのもめちゃくちゃ驚きでしたし、そうじゃない試合はね、約700人ぐらいしか集まってないっていうのはマジで意外でした。1回でいいからちょっとサウジの試合とか見に行ってみたいよね。まあでも俺 YouTuber って無職だから、どうなんだろうね、無職になってからさ、あの海外行ったことないからわかんないんだけど、まあその辺ちょっと教えてくれる方がいたらコメント欄で教えてくださると幸いです。そしてね、サウジリーグではどこが強いのかっていうのを見ていきますと、ベスト10はこんな感じということになっております。とりあえず優勝争いは人気なチームであるこの2つという感じになっており、3位争いもめちゃくちゃ激アツという感じなのかなと思います。今の順位だけを見てしまうと、サウジは国策として4強を作ろうとしているみたいですが、現状だと2強という感じになってるのかなと思います。まあさっきのパートで話したけど、ほとんどの国民がさ、この上位2クラブを応援しているという感じなんだったらば、もしかしたらバルサとマドリーがある、まあ、ラリーガだったり、バイエルンとドルトムントがあるブンデスに近いのかなと思ってしまいました。まあラリーガもブンデスもバルサやマドリー以外のクラブは調子いいし、ブンデスもね、相当ライプツィヒとか、まあ今だったらレバークーゼンとかめちゃくちゃ調子いいみたいだから、まあ一概にも一緒とは言えないけども、まあ3位争いが拮抗しているみたいなところでは、まあ似ている面はあるのかなと思います。そして得点を見ていきますと、ロナウドが圧倒的トップということになっており、その後にミトロビッチ、ベンゼマ、タリスカが後を追うっていう感じになっておりまして、アシスト王の方を見ていきますと、1位の方はすいませんけども存じ上げませんが、多くの人がアシストを記録していって、ベスト3なのにもかかわらずめちゃくちゃ人がいるという状況になっております。このアシスト数を見てしまうと、サウジリーグは得点がめちゃくちゃ入るリーグなのかなとも思ってしまいました。まあ見方を変えると守備がザルっていうのもある可能性はあるっちゃあるんだけどね。せっかくね、成績の方を見ていきましたので、この夏移籍していったまあ主力選手っぽい人たちのスタッツの方を見ていこうかなと思います。移籍して以降、速攻で負傷してしまったネイマールは5試合1ゴール3アシストと控えめなスタッツになってますけども、かつてシベリア送りを経験したマルコム先生は19試合6ゴール7アシストと悪くない活躍をしており、ミトロビッチは17試合17ゴール3アシストと絶好調な活躍を見せてて、中盤のセルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチは13試合で4ゴール2アシスト、ルベン・ネベスは17試合2ゴール1アシストと全体的に得点に絡む選手が多いという感じになっております。まあさすが首位って感じだよね。そしてロナウド所属のアルナスル見ていきますと、ロナウドが17試合16ゴール9アシストと異次元な数値を叩き出し、マネが19試合9ゴール3アシストという状況になっております。まあやっぱロナウドは最高っていうか、まあロナウドとマネはね、これぐらいしてもらわんと困るよって感じはマジでするよね。個人的にロナウドがいるからサウジだとアルナスル推しです。試合はちゃんとフルでは見たことないけどね。そしてベンゼマのチーム見ていきますと、ベンゼマは14試合で9ゴール4アシストと活躍しており、セルティックから移籍したジョタは意外にも7試合1ゴールと苦戦しております。3トップがいるアルアハリの方見ていきますと、マフェレズは14試合6ゴール7アシストで絶好調ですが、フィルミーノは14試合3ゴール3アシストとおとなしく、サンマ君も13試合3ゴール3アシストと微妙な感じになっております。しかし意外にもケシエ先生がね、15試合で4ゴール1アシスト
ストもしてて楽しそうな感じはしますが、期待されていたのにもかかわらず移籍してしまったハジオは11試合1ゴール2アシストという低調な感じとなっております。これらの結果を見た感じだと、ロナウドやベンゼマ、マフレズやマネはさすがじゃんっていう感じはしますし、ミトロビッチは彼らのようなトップ選手たちと得点を争いをすることができて幸せを感じてるんじゃないかなとも思いました。しかし好調な選手ばかりではなく、もうジョタは7試合で1ゴールしか決めれてないっていうのはマジで意外でしたし、セルタから移籍したベイガ君もケシエの活躍を考えるとあまり活躍はできておりませんから大丈夫なのかなっていう感じはします。まあジョタもベイガも若い選手だから、サウジがねまあまあ特殊な国ですから苦労してるのかなっていうのも伺えます。まあベテラン勢はいろいろと経験してるしね、また若手勢といってもマルコム先生はね絶好調ということですから、マルコムさんも若手って言ってもまあシベリア送りになったり、まあなんかいろいろ散々な目に遭ってきた選手だから、ジョタ君と比べるとメンタルが仕上がってる可能性というのもあるのかなと思います。またフィルミーノはねちょっとスタッツ見る限りだと大丈夫かなっていう感じはマジでします。フィルミーノだったら実際ロナウドやベンゼマ、マネやマフレズとまあ似たような成績を残してても違和感はないんじゃないのに、どうしちゃったんだろうね。まあ見てないから分かんないんで、サウジリーグガチ勢の方コメント欄で教えてくださると幸いです。ここからのパートでは夏に移籍した選手たちの中で欧州に復帰しそうな選手たちについて見ていこうかなと思います。すると一番最初に欧州に帰ってきそうなのはハジオことベイガ君ということになっており、サウジではあまりいい結果を残していないことから、セルタがハジオに急接近し話し合いを始め、クラブとも話し合いを行っており、1月からローンでハジオはセルタに戻るんじゃないかと考えられているみたいです。また同じく低調なジョタはサウジアラビアのメディア曰く、もうすでにクラブから離れており、サウジの2部のクラブにレンタルするんじゃないかと考えられているみたいです。だからまあハジオは欧州に帰ってきそうだけど、ジョタは欧州に復帰っていうよりかは、まあさらにサウジの2部のクラブにレンタルということですから、まあジョタ君はもう欧州に帰ってこないのかもしれません。サウジに来ちゃったから給料高すぎてね、オファーがないっていう可能性もマジであるんじゃないかなと思います。なんかこれのことを考えると、若くしてサウジに行くってなると、そもそもリーグレベルがどうなのかって話にはなりますが、給料が上がりすぎるっていうことも考えられますし、若手選手にとってねサウジに移籍するっていうのはもうかなり腹をくくった選択になるんじゃないかなとも思ってしまいました。まあとりあえずね、彼ら2人の報道というのはあまり加熱していないので、一番世間を賑わしているルベンネベスの入荷する移籍について話をしていこうかなと思います。アスレティックの報道では、入荷するのスポーツディレクターダン・アシュワーズさんがネベスとハジオをレンタルで獲得することを検討していると報道されておりましたが、現状ネベスはサウジから離れるつもりは全くないみたいなので、いろいろと報道は出ておりますが、ルベン・ネベスの入荷する移籍というのは現状ないと考えていいんじゃないかなと思います。とりあえずこんな感じでね、ネベスの入荷する復帰は実現しなさそうな状況にはなってるっちゃなってるんですけども、この出来事は非常に議論を呼ぶ出来事になってしまい、プレミアリーグは傘下のクラブを持つクラブが傘下のクラブからレンタルで選手を獲得することを禁止にする動きを見せておりました。またクラブによってはレンタルだけでなく完全移籍も禁止するべきだという意見も出ていたらしく、一度退団した選手は2年間の間元のクラブに帰ることはできないルールも作るべきだと厳しい意見を出すクラブもいたみたいでございます。このような意見があったからか、プレミアはこれらの取引により厳格な規制を設けようと考え、プレミアの各クラブを集め多数決を行ったみたいですが、投票の結果このルールは実現することはなくなり、傘下のクラブがレンタルで選手を獲得することは4月からも可能であるということになったみたいです。なのでネベスはね、移籍するつもりはないですけども、ルール上サウジのクラブから入荷するレンタル移籍することは可能ということとなり、ここ最近エバートはね FFP 違反によってかなり重い処分が下ることになりましたが、今後 FFP を回避するために傘下のクラブを持っているクラブはうまくこの制度を利用して FFP 違反に引っかからないよう戦力を強化していくみたいなことは起きるんじゃないかなと思いました。まあとはいえですよ、まあ今回のね多数決では OK みたいになりましたが、エバートンの件でねプレミア厳しい処分を下しましたから、まあルール上今は OK だよねみたいな感じで余裕ぶっこいてると、いきなりね厳しいルールというか、いや実はダメですボーンみたいなことはありえなくはないと思いますから、 FFP 違反を回避するために傘下のクラブを利用してね何かしらをするクラブは出てきそうですけども、そういうクラブは多くないんじゃないかなと個人的には思ってしまいました。まあ俺的にはね、ユナイテッドが買収に成功したらリーグワンのニースや、まあ
スイスのクラブが、まあ、傘下のクラブとなりますから、クラブ同士で連携して、ユース出身の選手たちが、それらのクラブで経験を積んで、まあ、ニースで活躍している選手がユナイテッドに来るという流れができたら、まあ、非常にクラブとして良くなると思いますから、この傘下のクラブに選手をレンタルで送ったり、レンタルで選手を取ってきたりみたいなことに規制がかかんなかったのは、良かったなとは思います。良かったなと思う反面、サウジにはね、めちゃくちゃ有能な選手が集まってて、その有能な選手たちがね、ニューカッスルに集まったら、マジでえげつないような感じはするのって、で、ちょっとこの辺は怖いのかなと思いました。まあでも個人的にはね、ニューカッスルとサウジだと、まあニューカッスルの方がプレミアにあるクラブだから、まあ俺たち的にはね、なんか位高そうな感じはするけど、なんかでもサウジ的には多分ニューカッスルとサウジだとニューカッスルの4強の方が立場強そうな感じはするから、なんかサウジのクラブからね、スター選手たちが一気に入荷する流れるみたいな流れは、個人的には起こらないんじゃないかなと思います。これはあくまでも僕の考察、妄想、偏見、憶測でしかないので、皆さんの考察、偏見、妄想、憶測の方も聞かせてください。まあ以上で今回の動画終わろうかなと思います。サウジの現状。いや、ちょっとね、この動画は個人的に気になってたことを調べてて、あ、これ動画にしたら面白いやんっていう話だったから、人によってはね、興味なかったかもしれないですけども、俺的には面白かったので大満足っていう感じです。まあ以上で今回の動画は終わろうかなと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょうってことで、ウェイヨチャ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